いやなんかね、本当にオタクたちがお前オタクかよっていう白い目線で白い目で見られないようにするには、オタクたちである我々がしっかりと真摯な態度でコンテンツに向き合わないと、逆にいつまで経っても改善されないんですよ。じゃ変えられるのはもう正直当事者である我々しかないんです。これは本当に目の前の方にもうぜひとも心に留めて、出ておいてほしいなって思います。そうだな、そっか。いやまさか好きなアニメの話からこんな深い話になると思わなかったけど、いいね。やっぱみんなちゃんと思っとることがあるんだね、このオタクってものに対しての、なんか偏見があるっていうことも、いやまあ理解は、理解はしつつ、でもその現状をどうにか変えれないかなって気持ちもあるし、何かやれることはないかなっていうこともあるんだね。だから俺とかすげえ意識するのは、なんかさ、オタクの人ってさ、一般人から見られてる印象だと、好きなことの話しかしないとかさ、そういうなんか、自己顕示欲が強いって思われる印象があると思うんだよ。確かになんかね。だから、アニメ興味ないって人に対しては、全然アニメの話をしないっていう。なんかまあそういうのはすごく意識はしてるね。別になんか隠してるわけではないけど、オタクであることを自覚しているからこそ、周りに対して周りから見られた時に、オタクとして恥ずかしくないオタクになりたい。そうだね。オタクっていう風に自分から公言するからには。やっぱりどうしてもそういう目で見られるっていうのもあるのは分かっているんで、だからこそそういうふうに見られて分かっている前提のことで、それゆえにもう絶対に自分はその分かって恥ずかしくない生き方をしよう。ああ、でもやっぱりさ、人としてさ、なんだろう、人様に迷惑をかけないようにしようっていうのはあるよね。あります。もう本当に人間として当たり前のことなんだけど、はいはいはい、熱狂的になればなるほど熱を持つけど、人様に迷惑をかけないようにしなきゃいけないっていうのは、すごく感じられます。なるほど。で、まあそういうのと、そういうことと向き合う機会が多いんだよね。やっぱオタクの人は。はい。その自分のそういう内面の部分とさ。はい。だからこそ、そういうために気遣える人が、は、実際多いんだよっていうことだよね。気遣えるというか、オタクって言ってるけど、人間ですからねっていう感じで。僕たちは人ですよ。そうだね。そうだね。いや、そう、だから逆にさ、何の挫折もなくさ、俺コミュ障だぜ、みたいなさ、はい、人って逆に自分のことばっか言いがちじゃん。そうです。自分語りしかしないやつとかさ、俺コミュ力高えぜって言いながら自分語りしかしないやつって結構多くて、だそういうやつってさ、そういうやつって自分と向き合ってないわけ。向き合う必要がないから、はい、まあ向き合う必要がないと思って生きてきてるから。でもそういうのって考えれば、やっぱそういうのに対して考える機会が多いから、必然と周りに対してちゃんとしようっていうふうに思えるんだよね。見られて分かってるんで、相手のこともちゃんと思うんですよ、ね。必要あれば自分語りする人っていうのは、基本的に俺は俺はっていうので、相手のこと絶対考え。なるほど。そういうことは自分はしたくないなって、ね、日頃思いつつ、恥ずかしくないオタクで生きたい。なるほどね。オタクとして生きるのにもなかなかね。偏見と勘違いに満ち溢れているからこそ、でもそれを声に対して違うんだよっていうには、正直まだまだ我々、ちっぽけな人間でもありますから、ただの人間ですから、一人間ですから。だからこの偏見があるってことに対しては、受け止めつつ向き合っていってるっていうのは、今のオタクの現状なわけです。なので、もう、自分が変な人間なんだってことじゃなくて、そういうことじゃなくて、もう、そういうふうに見られてしまうんだもん。今現状は致し方がないから、自分として、
その偏見に思いっきりこう思考を向けさせるような恥ずかしい行動は絶対しない。そうね。なんか朝まで生テレビみたいなね。本当だね。いや、めっちゃいい話してると思うよ。すごくいい話してると思うよ。これは伝えたいね。なんか多くの人に。はい。めちゃくちゃ伝えたいですね。だし、まあ、まあちょっとこれ、ここはなんか微妙な使うかどうかの部分だけど、その、まあ、ちょっと動画の内側の話になるから、はい、あの、こういう大事なメッセージって結構何回言ってもいいのよ。はい。前に一回言ったからもう扱わないでおこうじゃなくて、はい、何回も何回も言うことで、なんか、ちゃんとこっち側の意見として伝わりやすくなったりするし、はい、例えば昔の、あの、大手 YouTuber とかさ、今の大手 YouTuber とかさ、はい、昔と同じことをずっと言ってたりやってたりするわけ。はい。ずっと追って聞いてる人は、もう聞いたぞれみたいな、何回も聞いたぞみたいな。はい、でも、何回も言うからこそ、いろんな人の目に留まる機会も多くて、だからこそ、そうそうそう、だから、メッセージとして伝わるっていう部分あるから、だからここは、この今のメッセージってすごい、二人の考えてること、思ってることって、オタクの人たちにとってもすごいプラスだし、音楽やってる人たちにとってもプラスだと思うし、だから俺たち、俺のチャンネルを見てくれる人に対しても、少なからず絶対プラスの部分あると思うから、じゃ同じような話になったとしても、なんか何回も言っていきたいなって思えるくらい。何回も何回もしつこいようだけど、いや、つがんすオタクっていうのはっていうふうに言えるくらい、何度も何度も伝えていってもいい内容だなと思います。そうですね。続けることっていうか、ちゃんと、絶対続ちゃんとその声を出し続ける。そうそうそう。だ何回も同じこと言っていいのよ、意見は。っていうのを改めて考えて、今回はそうやって何回も言いたいなって思えるくらい、素晴らしいテーマになった。やっぱ、本物のオタクが二人もいると違うね。なんだろうな、俺オタクなのかなってたまにない。あります。あるよね。俺、なんか、俺オタクなのか。あ、でもまあまあ確かに周りから見られたらオタクだな。全く同じ。全く同じ。いや、多分一般的には3人ともオタクなんや。深さ全然違うけど、俺も多分オタクの部類に入るの。アニメ見てるってだけで。もう、なんかいろいろ言われてきに、え？ああ、でも、ああ、言われてみれば、点、ああ、そうか、そうか、うん、ああ、そうか、みたいな感じになるみたいな。なんか結構ね、ああ、そうだな、っていう風になるんだよね。あ、オタクだか、オタクか。確かにオタクか。もう多分、毎回見たら俺たち全員オタクなんや。間違いなくオタク。っていうくらい、アニメとかに興味ない人もいっぱいいるし、はい、全然知らないで生きてきた人たちってすごいたくさんいると思うんだよね。明確な線引きはないんですよ。オタクかオタクじゃないかっていうのは。そうだね。先ほど言った通り、全く知らない人もいれば、先に知ってますよっていう人もいれば、さらにもっといくと、いや、実は音響うんたらかんたら、設定うんたらかんたら、そこまでやってる、もう見てる人もいる。本当にこのブロードに幅があるので。だってさ、オタクイコールアニメでもあるし、でも、映画オタクとかもあるじゃん。あ、いる。ねえ。うん。まあ、全然海外ドラマオタクとかもいるね。楽器だったら機材オタクとか。そう。だから、まあ、いろんなジャンルにオタクって当てはまる。はい。うん。だからね、一概にオタクが悪者ってのも、なんかね。そうですね。そうだね。一人間が持ち得る可能性のある、まあ、修正というか、特性というか、うんうん。だからさ、多分、その、アニメとか、あんまり関わってこなかった人、そういう世界を知らない人たちが、なんだろうな、ちょっと言い方悪いけど、ちょっとコミュ力低めの人を見つけて、はい、で、その人がアニメを好きだったら、あ、オタクだね、っていうレッテルを貼るわけ。はい。で、オタクだからコミュ力もないし、はい、もっと人といっぱい話しないみたいなさ。はい。多くないなんか、そういうの。あります。なんか、そういうレッテルの貼り方をするんだよね。でもさ、その人のコミュ力の有無とさ、オタクであるかそう、アニメ好きかどうか熱中できる趣味のあるないは、ちょっと別なんだけど、本来別なんだけど、でもそういうふうにステレオタイプっていうか、差別というか、偏見をやった方が、
楽なんだよ、そういう人って、そういう人にとって紐付けするっていう、無意識に紐付けするっていうことが人間にとってはこう何か物を考えるときに一番簡単な考え方なので、そうそうそう、ステレオタイプって言ってさ、うん、だからコミュ力低い人は全員オタクって決めつけた方が、その人は生きやすいわけ、そうやって決めつける人が楽なのよ、そこについて深く考える必要がないから、はい、うん、考えようとも思ってないからね。だってさ、うん、俺思うんだけど、なんかアニメの話でさ、コミュ力低くなることはなくない？ない。で、きっと、じゃあ、コミュ力、高いって自称してる、結構、イケイケな人たちは、じゃあ、アニメの世界に入った時に、お前らコミュ力低くなるよね。それと一緒なんだよ。確かに確かに確かに。この世界観ではコミュ力が発揮できないのは当たり前であって、うん、ね、なんかクラブの DJ の話とかでさ、盛り上がれなくなるのは当たり前じゃん。そんな最近の流行りの J-POP の話で盛り上がれなくなるのは、アニメ好きな人からしたら、まあアニメばっか見てたら言ったらできないのは当たり前だって、うんうんうん、逆にそういう、世間一般的な生活をしてる人たちがアニメの世界に来たら語れないの。ただなんか一概にそのコミュ力が低いから、下に見るっていうのはみんなに言えますよ。そうか。本当に。誰しもは必ず何かしらに帰属しているというか、うん、何かしら集団に入っているんだよっていうのを持って、なおかつ相手を見るときに必ず自分のことも見る、要するに相対的に捉えてあげる、相手のこともそうだし、それに対して自分はどうであろうか、自分に対して相手はどうだろうかっていう、相対的に人とコミュニケーションを図るっていうのは、それとオタクであるかってオタクじゃないかっていうのはもう本当に関係ないんですよ。だから例えばで、俺コミュ力高いからさって言っている人が、例えばこうアニメっていうコンテンツに格好的な人たちがいるコミュニティに入って何も喋れなくなるっていうのは、まあ当たり前のことなんです。別にそれが馬鹿にされることでも何でもないんです。ただそれが当たり前とか分かっていることなのに、ただ一方的に不可逆的に他方のコミュニティコンテンツ、コミュニティに対して、お前らはさっていうふうに投げかける、うん、サジを投げるようなことをするのはとてもナンセンスだなって。そうだね、うん、まあだから多分 SNS でそういう話題をしやすいじゃん、アニメとかって、はい、話しやすいじゃん多分、うん、だからこそちょっとやり玉に上げられやすいというか、まあ、じゃあ例えば Twitter とかだったら、うん、1回できるつぶやきに140字っていう制約があるので、うん、その中でできるとしても限られてるんですよ。まあね、そうだから SNS だと多分アニメとかゲームとかそういうの好きな人の話題が結構出てきやすいというかさ、浮きがちになるから、はい、そういうのをなんか見て理解できない人が勝手に差別をしてるっていう感じになるのかなとね、思ったりするんだよね。だからちょっと文化的にやり玉に上げられやすいというか、はい、文化的にちょっと差別されやすい場所にはなっちゃってるのかもしれないね。なんでなんだろうね。何が原因なんだろうね、本当に。それは、でも結局お互い様なんだと思いますよ。実際に、例えばですけれども、特にオタクという集団の中で、じゃあオタクの集団の中にもコミュニケーションが取りづらい方もいると、うん、でそちらにこうフォーカスを当てるようにすると、うん、その人もコミュニケーションを取ることができないから、他のコミュニティに対して、別のコミュニティに対してできないので、結局そこに対して、いやあの人は何も分かってないよ、いやあの人は何も分かってないよっていうのが互いに起こって、うん、その層がいつまで経っても埋められる。そうだね。でそれが何でかっていうと、あい、お前がお前だっていうふうにしか見てなくて、うん、俺はどうなんだろうっていう考え方で、はい、うん、そうだね。健康とかさ、うん、岸田とかさ、うん、俺めっちゃあの人たち、アニメも好きじゃん。うんうんうん、そうだね。
でもめちゃくちゃコミュ力高い。めっちゃ高いね。うん。場の空気読める。うん。なんかそういう人たちを見て、ハンズはオタク、ガンダムオタクでもあるし、ジョジョオタクでもあるし、なんか、そういう人もいるしさ。うん。折り返しの、あっちゃん。あの人エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンやばいんだよ、あの人。本当にエヴァンゲリオン。あの、音聞いただけで、映画の、どこのワンシーンかっていうのを当てろっていうの。で、すげえ。もう候補をいくつか3つぐらい上げて、あ、違う。あの時、あれが流れてない。だからあれだって言って、シトが、その、シカネルフのドアを突き破ってくる音っていうのを当てる。鉄のパネルが、引き裂かれる音みたいなね。へぇー。あれすごかったね。あとか、まあ、そういう人だったらいるじゃん。いるんだよね、うん、ちゃんと。あんだけ、しっかりとコミュニケーションが、そういう。そうだね。だから、オタクって言っても、すごいさ、コミュ力の有無だけで言うと、すごい、こんだけ差があるわけだね。全然。で、全然そういう人たちが属せる場所というか、入れる世界なわけだ。俺、すごい間口が広いし、受け皿も広くて、誰でも楽しめる世界で、すごいいいなと思うんだよね、はい。そういう意味では。どんな人にも最終的な救いになる場所というかさ、はい、どんな人間にも与えられた娯楽っていうものの一つなんじゃないかなと俺思うわけ。スポーツ一人でできないさ。でも一人で関わるのが苦手だったり、運動音声やりたくてもできないっていう人たちがいるんだけど、そういう人たちもできるわけさ、はいはい。すごいいい世界だよねって思ったりするんだけどね。でもそういう見られ方はされないんだよ。はい。いいよねっていう、そういう受け口が広くていいよねっていう見方はされないんだよね。あれです、どうしてそういうことが生じるのかっていう話で、あ、はい、それは違うよとか、なんか、俺の方が新しいとか、そういうものの考え方をする人って、大半が論理的な考え方絶対してないんですよ。で、論理的にものを考えていてそうで、実は論理的というよりは、確率統計的にものを考えてしまう。要するに、わかりやすい例で言うと、メディアで、統計調べ出しました、ダーンって。うん、で、世の中の、2000人、統計2000人調べで言うと 95% の人がオタクの人は怖いと思っているという結果が出ました。多分、その論理とその確率統計的なものの考え方と見方の履き違いをしている人は、あ、なるほど、オタクってって、もうそこでいきなり。今、あなたは、その、出てきた、ある募集欄に対して、こういう人が何パーいるよっていう日のものを見ているだけに過ぎないのに、それに対して、ただ一時的に論理を繋げようとしている。本来別の分野のものの見方のはずなのに、物事の見方として。そういうふうに紐付けを勝手にしちゃうなっていう。まあ、大半の人がそういう人ですから、決めつけしてる人。まあでもそれ仕方なくて、日本って民主主義なんで、多数決原理が、まあ、ベースになってるんで、やっぱりこう大衆の方にどうしても傾くというか、意見が正当化されるというか、っていうのはまあ分からなくはないんですけれども、多数決原理って少数派の意見の尊重っていうのが担保されて初めて成り立つものなんで、だから、そう、一時的に、こう、こういう人が大半でした、おめえはちげえ断罪みたいな、見たくさをするっていうのはやっぱりよろしくない。要するに勝手にすぐに決めつける。そうですね。オタクなの？で、あなたが今身を一歩引いた瞬間にあなたは一体何を決めつけたの？っていう。そうだよね。もうその人の性質まで見抜いたように言ってたもんね。果たして本当にその論理行動は正しいですか？誰しもさ、好きなものってあるじゃん。うん。別に俺すげえアニメとか好きだし、言うてしまえば、クラブとかも行くのも好きだし、うんうんうん、スケボーも好きだし、うん、昔、中学校、高校、専門学生までは、ずっとダンスやってたし。でも、で、DJ とかもやってた時もあったし。
で、なんか、こうそうすると、その DJ をやっていたから、うん、なんか気づいたらアニソンのクラブイベントに呼ばれることもあったし。なんか、別にね、そんな、そういう陽キャっぽいイメージな人たちも、別にアニメを好きになるきっかけもあるし。今、ふと思い当たったんですけど、お酒の多趣味なことが、場合が結構多いですね。あ、確かに車とかね。車とか、私、小さい頃から、まあ、いろいろとこう、今、思い返してみたんですけど、まあ、鍵盤楽器、エレクトーンから始まって、その後何やったかっていうと、体操もやってたんですね。小さい頃から。本当に小さい頃で体操やって、で、囲碁か。今度、その先、囲碁もやって、競技は少し射程がしてないか。で、ね、その次はバスケットボールか。あ、サッカーもやってたか。習ったわ。なんか結構いろいろと、まあ、いろんなことを経験してきたわけだね。そうです、何か物事に対して、うん、あるかもね、それ確かに、うん、なんか意外と陸上ずっとやってたやつとか、うん、すげえアニメ好きだったりとか、ブレイクダンサーの知り合いとかが超アニメ好きだったりとか、結構ある。まあ意外と、多趣味の傾向はあるかもしれない。あくまで傾向ですけどね。うん。一概に全員ってわけじゃないですけど、傾向として、こういう人の割合が多いなっていう気が。あれ、お前そんなこともやってたの?みたいな人か。確かに。オタクの人であればあるほど、そういう人に巡り合う確率が高いなっていうふうに今ちょっと思った。ああ、だから好奇心旺盛なんだろうね。そうです。なんか悪な。修正として。悪な実績感っていう。いろんなことに対して幅広く興味持てるから、うん、そういうふうな性質を持ってたら意外とアニメも漫画もいいじゃん、面白いじゃんってなれる幅が広いんだろうね。まあ少なくともさ、アニメ漫画絶対見ない、死んでも嫌っていう人いないと思う。ないと思います。なんかね、見たことない人が言うのはあるかもしれない、はい、なんか子供の教育に悪いって、はい、決めつけたりとか、少しだけ見てね、その瞬間だけ見て決めつけたりとかって、はい、でも自分がその作品を一本バーって見てみたことはないとかね。はい、全然あると思うんですね、本当にあるね、うん、すぐに放送倫理委員会に通報するやつの時まあ、オタクは絶対放送倫理委員会に通報しないからね。オタクは絶対しないからね。ないね、うん、しようと思わないよね。言っているんですけども、アニメとかだったら特に、ね、アニメ、まあアニソンもそうですけれども、あれって、ただこう一概的にこういうものっていうよりは、いろんなものがこう、編みかけになって重なってできた、好意的なジャンルコンテンツなんで、すごく大きいコンテンツなんですね。だからなんかこう一概にこれ、それはおかしいというか、アニメ?え?っていう風になるんじゃなくて、うん、例えばあなた何が好きですかっていう、うん、だからね、俺、なんで音楽教とか、音楽系のあのアニメ作品が好きかっていうと、うん、あのね、アニメーションも、例えばカウボーイビバップって前話したの、話した。あれ、菅野陽子とそうだね。作ってて、めちゃくちゃジャズでオシャレな、めっちゃオシャレ、あんなんアニメで使うっていう。確かに。それ、だってカフェで流れてたらいいコーヒー飲めるぜぐらいな、そういうところでもあるし、自分も演奏したことあります。タンクです。タンクとかもそうだし、ヒップホップ好きならヌジャベス、サムライジャンプ、ヒップホップとアニメーションの江戸時代の侍を掛け合わせた作品とかも、そんな、ねえ、ヌジャベスなんてね、もう伝説的なトラックメーカーだからね、そこで使うんだみたいな。うんうんうん、だから意外と、そういうなんか、クラブとかでヒップホップとか好きな人、アニメ見ませんっていう人とかもいるかもしれない。エヴァンゲリオンとか有名、アンピースとかしか見たことないっていう人いるかもしれないけど、実は、アニメーションに使われた音楽って、結構そういう人たちもいるし、結構深いんですよね。うん。例えばなんか、
アニメ見るよ、例えばそのオタクじゃなかったとして、相手がオタクじゃなかったとして、アニメ見るよ、何見てるの、ワンピースって言ってきたとして、でもそれに対してなんかこう、あ、えっていうふうに、それオタクじゃなくないみたいなことを言う人がいるんですけど、そういうこと俺は絶対してほしくないんですよね。あっさいねみたいなね、王道のやつしか知らん、知らん人みたいな、いや、そういうの絶対してほしくないんですよ。イメージがあればそういうこと言うやついる。私はあなたとアニメという話題についてお話をしたいって思っているので、あー、多分エース死ぬとこも泣けるもんな。誰が見ても泣けるよね。あれは、だからマウントを取ってほしいわけじゃないのね。アニメの話したい、楽しく話したいんであって、どっちが上か下かとか、どっちが知識多いとか、ね、どっちが何深いマイナーなものを知っているかとか、そういうところで誰かにマウント取っちゃうようなやつは、やっぱオタクの人から見ても、お前違うだろってなるんだよね。はい。だから、すげえ極端な話さ、普通に考えて嫌なやつってのは、オタクから見ても嫌なやつなんだよ。うん、普通に考えてダメな人は、オタクから見てもダメな人なんだよ。あなたがオタクでありたいのであれば、ありたいのであれば、自分の中に取り入れる自己的な知的探求心というか、知的の情報の搾取は広くはさらに深くあると、まあ別にいいとは思うんですけれども、それを相手の人と話す際にその広い深いっていうのをそのオタクであることを測る尺度として持ってくるのはやめてほしい。なんかいや、ほんとそうだよ。ただの、こう、相手を攻撃するマウント取りの道具じゃないんで、それは。わかるわかる。だから、なんだってそうだけど、その人の人間性だよね。むしろ、そのオタクというスペシャリストであるからこそ、あるのであれば、本来の立場としては、知っているのは間違いなく自分の方なんですが、わからない人に対して、寄り添って、同じ土俵で、その会話を、その自分からも展開するっていうのが、オタクの本来あるべき姿。ああ、なるほどね。もうこれはコミュ力の話になってきますよね。基本的な。そうだね。人と人との話し方の話だよね。違いない。だから本当にオタクであるか否かじゃないというか、一概にその、なぜあなたはオタクって言われた時にこういう測り方をしているのか。それはやめてほしい。なるほどね。そもそも自分自身も、その、話すの、めっちゃうまいわけではないんですけれども、ただ、ちゃんと、人とお話をしたいなっていう、いうのは、常日頃考えてお話ししているので、ちゃんと、会話が続くようにじゃないけれども、成立するような、ちゃんと同じフィールドに立って、対等にお話ができるっていう、ところに自分からも常に努力しようっていう、ましてや、それがお宅なのであれば、そう。あなた自身の方がたくさん持っているんだから、あなたが寄り添うべきでしょう。我々が、オタクである我々が寄り添うべきでしょう。いや、オタクはね、深いよ、本当に。ね。深いです。すごい、掘りがいのある趣味ってことだよね。そうです。深掘りしがいのある。俺、スニーカーオタクでもあるし。自分はアニメオタクの前に一時期電車オタクでした、ね。へぇ、撮ってたっていうよりは、どっちかというと、運転系というか、その車両機とか。撮り鉄？いや、もう撮ってないですね。もうひたすらこう、シミュレーターじゃないですけれども、こで、シミュレーターから入って、そっから、この車両がどこどこの沿線沿いまでこう続いていて、どこのこの地方からどこのこの地方に向かうためには、こういう繋ぎ方をしなくちゃいけなくて。電車でゴーだ。そっからもう、さらにちっちゃなのが日本の地名を知るようになり、どんどん枝葉枝葉にこう広がって。すごい。そう、電車のオタクのさ、方ってすげえ地名詳しいの。あ、そうなんだ。すごいよ。すごいですよ。観光地とかの話も全然できた。そうなんだ、うん。俺すごいなと思った。それ合コンとかで使えるだろう。すげえ思った。そうなんだ、うん。そうか、だからさ、俺もさ、今聞いて、でも、
なんか鉄道オタクのイメージっていうとさ、なんかまたあんまりさ、こう、なんつうの、良くないイメージ、良くないイメージが先行してるイメージがあるわけです。はい。でもなんか、ね、迷惑かける人が多いみたいな。はい。あの、入っちゃいけない場所に入って写真撮ったりとか、はい、なんか敷地を占、敷地なのに自分たちが占有して、はい、で、そこに入るにはお金がいりますとかっていう看板立ったりとか、はい、っていう事件とかを結構見てたりしたから、はい、あ、なんかそういう人いるんだ、みたいな。そう。でも、結局、そのコミュニティも結局周りから見られているのであれば、自分からも直さないといけないし、自分と同じオタクの人、仲間の人が、そういう行動に走っていたら、それを要するに、それは違うよねって、諭してあげられる。要するに、そのコミュニティ、オタクというコミュニティのモラルを守るのは、あなたでもあるし、私でもあるんだよって。それがやっぱり結局できてないから、例えば撮り鉄の界隈でも、そういうふうにどうしても見られてしまうというのはあります。撮り鉄だけじゃないですよ。いろんなオタクって言われるコンテンツ。何々オタみたいな名前がつくのに対して悪いニュースっていうのがやっぱ確かにね、目立ちがちだよね。スニーカーオタクなんかさ、もうナイキの前にさ、並んで中国人とか雇ってさ、なんとか買わせようとかさ、そういうイメージあるよね。なるほどな。確かに。そうでさ、普段って SNS に浮いてこないわけよ。はい。鉄道オタクの人たちが何やってるかとか、その業界にとっていいことをしたとか、仮にね、なんかあったとしても、そういう話題って浮いてこない。でも悪いことした時はグンと浮いてくる。いきなりそうです、ね。で、一般の人が知るような話になってきて、はい、そうなると、あ、なんか悪いことしかしてないみたいな、風な捉え方になるんだよ。多分アニメとかもそうだと思うよ。そうですね。普段は別に、お互いの世界で生きてるのに、ある時、アニオタがなんか悪いことしたみたいな論調になった瞬間にグンって持ち上がって、一般のとこにガーって広がっていって、あ、これだからオタクはみたいな論調になるんだろうね。はい、いや、本当に良くないよね。良くない。ああいうのは。誰も報われない、救われない。逆にさ、なんか、俺からすると、鉄道そんな詳しくないから、どんな世界なんだろうかっていうのは、すげえ興味ある。なんだろう、やっぱりその車両一つ一つに対してまあなんかこだわりとかあるんだろうなとかさ、なんかエンジンの駆動音とかさ、たまに電車でさ、こうやって撮ってる人いるもん。ああ、いますね。ああいう世界観はなんか逆にどう、だから俺結構タモリクラブのあの電車特集とか見るのめっちゃ好きなんで、ね、はい、なるほどね。いや、自分もいろいろ調べ尽くしましたね、あの時は。なんかたまたま乗っていた施設で、なんかこの施設めちゃくちゃスピード速くないってふと思い出して、何キロ出してんだろうと思ってそれを調べたりとか、どこどこの区間においてこの施設は最高時速何キロを出すってことが分かったとか、そういうところで調べます、ね。マジか。関東だと京浜急行が一番速い感じ。時速100、はい、時速120らしいんで。120キロ出すの、はい、どこでどこの区間で、主に120キロ出すのが、京浜急行の快速特急、快特っていうやつなんですけど、三崎口から横浜までは制限マックスが110キロっていう制定なんですよ。そうなんだ。で、横浜から品川までの区間の最高時速が120キロ制限なんですよ。あ、じゃあ、あれか、もう多摩川とか120で行こうと思えば渡れるってことで、あ、だからもう通過駅とかで120キロで通過したんですよ。めっちゃすげえ。めっちゃ常識とかもう120キロバーンって行っちゃえるってことだよ。めっちゃ知ってる。違う話題、違うオタの話題でまた盛り上がってる。すげえな、お前ら。いや、そういうもんじゃない。なんか、私もそういうもんじゃないですかねって。マジで。そういうもんじゃん。すげえ。ある程度さ、電車乗ってれば知識としてどこの駅とか、どこの駅に何線が走ってるとかさ、ある程度わかるじゃん。で、なんか、俺今日感じたのは、乗ってる何線だっけあれ。今乗ってきたよ。今は東急池上線。池上線だ。池上線のさ、なんかデザイン変わってねえとかって思った。ああ。そう。そういう風に感じるんよ。うん。
で、そういうね、なんか感じたものをちょっとで覚えておけば、例えば鉄道関係の人と話したときに、あれってさ、なんであれ色変わったのとかさ、へー、そういう風になれるんですよ。なるほどね。すげえ、120キロ出んだ。出ます。120キロ出ます。へー。すごいよ。一瞬来て、はい。赤。